この水が出やんのがほんまに不便で不便で大変。日頃使えるもん使いやんとやっぱり不便ですね。普段の生活に慣れすぎてるのかな。自分らがそうなるとは思ってなかったですけど、やっぱり癖で蛇口はすぐひねってしまう。これはもう非常事態ですね。トイレ流せない、お風呂入れない。老朽化した水道管はおよそ13万キロ、地球3周分を上回る。ここらはほんまに言うたらこういうヒノキとか植わってなかったんですよ。一面に桜ばっかしだったよ。もうこの風景だったらほんまに普通のね山と変わらないから。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いかんの。11時半頃までなんとかお願いしたいと思います。やっぱり今手入れしとったら先でもっともっと美しくなるで、それを楽しみに頑張ってる。山本さんの意思を継いで命の限りやるしかないですね。私たちのおじいちゃんとか守ってきてくれたから桜は今も花をつけて咲けるし、いろんな人にも見に来てほしいなって思います。通学路での事故はなくならない。現場の近くには登校の1時間だけ歩行者側が常に青の信号が設置された。でもまだ10年間遺族は訴え続けてきた。通学路って子供だけじゃなくて人の命を守る優しい道路にしてあげてなかったのかなと思います。優しい道路にしてあげたいっていうのはやっぱり人の命を守る安全な道づくりやと僕は思っていますし、